はい、どうも東足チュートレのつくもです。ということで、今日からね、まあ、新しくサマーポケッツリフレクションブルーということで、一応この既存の、カモメ白派、紬青のルートに加えて、プラスノミッキーと、まあ、新キャラの子とおっぱい先輩ですね、あとは、海ちゃんのルートも追加されるということで、権利的にこの動画を上げていいものなのかちょっと多分ダメなのかもしれないですけど、もしダメだったらね、すぐに消すということで、とりあえずやっていきたいとは思ってるんですけども、前ちょっと白羽ルートに行きたいと言ってたんですけど、ちょっと予定を変更して、できれば飲み木ルートにね、今回は行きたいかなと思っております。途中までは多分ね、サマーポケッツの方でもね、共通ルートほとんど、まあちょっと追加されたりいろいろされているらしいんですけども、一緒だと思うんで、ちょっと飲み木のちょっとね、ところまでカットということでよろしくお願いします。よければね、共通ルート見てないよって方は、僕が挙げてるね、普通のサマーポケッツの方の共通ルートをご覧くださいということで、飲み木のところまでカットいたしますということで、そうですね、飲み木のところまで行きたかったんですけど、ちょっと共通ルートでちょっと増えてるところがあるので、まあ、そこだけはちょっとやりたいと思っているので、やります。ほとんど多分サマーポケッツと同じなんですけど、そうですね、初めて入りが、1日目にね、島に来て、株でね、島を回りながら多分そのヒロインたちと会うところがあるんですけど、それに追加されているルートがあるので、そこをちょっとやっていきたいと思います。さて、どっちに方向に向かうかなということで、夢に向かう、明日に向かうとかね、ほら、なかったんでね、ということで、夢に向かうをおっしゃっています。果てしない旅になりそうだな。一人で空を見上げて微笑んでみ浸ってしまった主人公の浸り癖ですね。よし、行こう。がすぐにブレーキを握ることになった。嘘だ。新しくね、このリフレクションブルーで追加された子ですね。ついさっき道の脇で寝ている女の子を見た。そしてまた目の前に道端で寝ている女の子がいた。この島じゃどこででも寝るのは普通なのか。田舎おおらかすぎるだろ。エンジンを切りバイクを押しながら少女に近づく。着物？まさに田舎の子って感じだな。しばらく様子を見てみる。動く気配はない。さっきの子は放っておいてって言ってたけど、さてこの子にはどうするべきだろうか。また警戒されてもな。そっとしておくか。それがこの島の流儀のようだから。道の端に避けながら少女の脇を通り過ぎようとした。個性的ないびきだ。ガシッといきなり足首をつかまれた。そこの人、ひぃ、恥をしない、お願いするよ。食べ物を持っていないかい。あ、よくあるパターンですけどね、こういうのは。持ってないですけど。使えない。ひどい悪用だ。ゲセぬ。ゲセよ。理不尽だ。腹減ってるのか。この通りさ。器用だ。恥を忍んでお願いするよ。食べ物を持ってきてくれないかい。女の子に恩を売れるいい機会だと思うんだよ。それは自分で言うのかっていうね。こう見えて僕は義理がたいよ。きっと恩返しをすると思うんだ。別に恩返しとかいらないけど、このまま放置するのも寝覚めが悪い。食えれば何でもいいか。背に腹は変えたい。それどういう意味？美味しいものがいい。背に腹は変えたいってね。背に腹は変えられないでしょっていう。普通は善処してみる。とりあえず戻ってくるまでは生きてるよ。いい返事だ。腹ペコキャラだったりするんですかね。
昨日の夕飯を食べた食堂にやってきた。ここ以外に食べ物が買える店を知らない。いらっしゃい。どうも。お昼をだいぶ過ぎているから他に客はいない。いつものでいいかい。来たのまだ2回目ですが。かっこいいだろう。確かに。パチンと指を鳴らす。マスター、いつものテイクアウトで。はいよ。包んでもらった食べ物を手にぶら下げながら株を走らせる。これテイクアウトできるのか。風を受けてブラブラと揺れるビニール袋を気にしつつ、女の子が倒れていた場所に急いだ。生きてるか。よし。食べ物。ああ、持ってきたぞ。ハッピーセットだ。まあ僕ちょっとね、その前の選択肢でハッピーセットを食べるっていうのを選んだんで。親子丼じゃないのかい。親子一緒に行けるんだから幸せだよ。行ってみたかった。なるほど、それは確かに幸せだね。すごく自然に受け入れた。女の子はその場で正座すると両手を合わせる。いただきます。礼儀正しい。ハッピーか。おいしいぜ。それは何。女の子はきれいに全部平らげるとお箸を丁寧に器の上に置く。そしてまた両手を合わせる。ごちそうさまでした。満足してもらえたようで何よりだ。いいや、不満だぜ。なんだと。あんだけうまそうに食べていて量足りなかったか。量は申し分ないさ。味も良かった。じゃあ何が不満なんだ。おむすびじゃなかったことさ。いや、よくあるけど、昔話的な感じでね。お腹の空いた子におにぎりを渡すみたいな。ふむ、よくわからない。君はつまりおにぎりが食べたかったと。おにぎりじゃない、おむすびさ。何が違うんだ。おいおい、おにぎりはお米を握ったものだぜ。おむすびもだろ。おむすびはお米で人と人とを結ぶものさ。愛情というかけがえのない隠し味が詰まっているんだぜ。結構ずぶといですねこの子。人に食べ物もらっておいてめっちゃ文句言ってる。あ、なんか浸ってるぞこいつ。いや、まあ主人公には言われたくないんでしょうけど。ともかく君のおかげで助かったよ。命の恩人だ。そんな大げさな。いやいや、一般の恩は返さないといけないんだ。何でも一つ君の願い事を叶えるぜ。何でも。何でもさ、おむすびにかけて二言はない。いや、おむすびはあげてないんですけどね。じゃあせっかくだし一仕事してもらうかな。何。この島を案内してくれないか。俺ここに来たばかりで何があるかよくわからないんだ。だから今もちょうど散策中で。どうした。ゲセな。どういうこと。食べた分働かせようとはまさに鬼の所業。いや、なんでもって言ったから。働きたくない。え。なんかすんごいキャラっすねやっぱ。ちょ、俺泣くようなこと言ったか。え、早っ。すぐにその姿は見えなくなった。あまりにもあっという間の出来事に俺は何が何やら分からず。 50m6 秒台ってとこか。この島にはいろいろなやつがいるんだな。すんごいインパクトの強いキャラですね。確かに名前も聞いてなかったような気もしますよね主人公。お、海だ。いつの間にか浜辺まで来ていた。昨日船が到着したところともまた様子が違う。ちらほやと、泳いでいる人を見る。俺はただ海を見ていた。波の押し寄せる岩場の上に立ち、潮風を感じながら海を眺めた。すべてを飲み込む。小さな頃に俺は思わず体を抱きしめていた。おい、あんちゃん、そんなところで何をやっているんだい。え、さっきはどうも。おう、何してるんだ。寒いのか。自らの体に手を回す俺におっさんは機嫌そうにしている。いや、そういうわけじゃないんですか。あるいは凍えているのは心か。おっさんもそっちの立場っていうね。おっさんは遠い目で海を眺めていた。
俺とおっさんはそのままそこで海を眺め続けた。そうだ、不意におっさんが思い出したように言った。そんなところに立ってると危ないぜ。はい、危ない。岩に盛大に打ち寄せた波が、俺の全身に襲いかかって去っていった。だから言ったのに、たまに高い波が来るから気をつけな。まあ、ということで、まあ、ここはね、サマーポケツでもらった会話なので、ちょっとね、また、リフレクションブルーで追加された共通ルート以外のところをね、飛ばしながらやっていきたいと思います。はい、ということで、またね、新規の、共通のね、まあ、新規って言っても、あの赤い子のね、あの新キャラクターのあれなんですけど、ということで、場所はね、今、みんながね、歓迎会、主人公の歓迎会をしてくれて、帰るところですね。走り去った。ってことは、あれはこれ、シロハですね。シロハが、走り去っていったというところからですね。最後に思いっきり本音を残して。歓迎会の後、シロハから露骨に歓迎されていない言葉をいただいた。空を見上げると、都会じゃ見られないほどの星の瞬き。あまたの星々よ。俺はこの島に歓迎されているのか、いないのか、どっちなんだい？何、今の音。星たちからの返事？そんなわけがない。となると、野生の動物？こんな田舎なら野生のイノシシくらい出てもおかしくない。お？見ればこの先、イノシシ用の罠ありとか看板出てる。え？さすがに身構えつつ、辺りを警戒する。イノシシなら衝突猛進。まっすぐ、突っ込んできたところを右に避けて、前足を蹴りで払う。そして背後に回って首を絞めて、抜き手で真の像をつん。いける。いや、無理でしょう。結構、多分やばいっすよ、でもイノシシは。脳内シミュレーションは完璧だ。嘘です、ごめんなさい。野生の獣とか無理。そこの人。人の声、それもなんとなく聞き覚えがあるような。闇の中、目を凝らせば道の端にぼんやりと浮かぶその姿、間違いない。例の着物姿の少女だ。そこの人。また息倒れてるんですね。恥を忍んでお願いするんだけど、食べ物を持っていないかい？これ全く同じのをね、さっきやりましたね。またお前か。その声は鬼だ。失礼の。やれやれと思いつつ少女に近づく。また腹すかしてるのか？笑っておくれよ。昨日君にもらったご飯から何も食べていないんだ。本当に笑っていいのかそれ？笑えるものなら笑うがいいよ。その時こそ君の心は本当に鬼となるだろうぜ。笑わないんですけど、笑ったら本当の鬼となるらしいです。笑いましょう。じゃあ、ちょっとね、見てみたいでね。ははははあ、もう一度笑い直していい？君はなんとも締まらない鬼だね。こっちが恥ずかしくなるよ。そういえば歓迎会で余ったおにぎりもらってたっけ？これいるか？おむすび。おにぎりと、ああ、おむすびだ。いいのかい？俺ももらいもんだし、いいよ。包みごとおむすびを渡すと、少女は涙ぐみながらその場で正座をした。包みの上におむすびを置くと両手を合わせる。いただきます。相変わらず礼儀正しい。さっきまで俺の歓迎会を開いてもらってたんだ。そのおむすびは食堂のおっさんのお土産でさ。全然聞いてませんね。人の話を聞く余裕もないくらい腹が減ってたのか？聞いているさ。君と島の人との結びつきが僕の命をつないだということだね。そこまで大げさなものじゃないけど。体に染み渡るぜ。おむすびは最高だ。それはよかった。ここまで言われればお米も本望だろう。包みに入っていたおむすび4つを一気に食べてしまう。
最後は包みを丁寧に畳んでまた両手を合わせる。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。俺が作ったわけじゃないけど。本当に助かったよ。さて、一般の恩は返さないといけないね。何でも一つ君の願い事を叶えるぜ。これ本当なんですかねっていうね。ヘジャップ、ヘジャップってなんだい。いや、昨日も同じことがあったなと思って。じゃあとりあえず昨日の分から返してくれ。どうした？まさかそれは人働きしてもらうというやつかい。それはまだ生きている願いだったのかい。むしろあんたの中で終わっていたことになってたのか。鬼だ。だからなんで対価に労働を課す。まさに鬼の所業。まあ普通だと思うんですけどね。働かざる者食うべからずって知ってる？働きたくない。言い切った。食べた分動いたらそれはただ働きと変わらないぜ。いやそれはすごい極論ですよね。なるほど、実質ただか。あ、ぶね、一瞬納得しかけた。単なるただ飯くらいの暴言じゃないか。ただ働きってのは労働の対価がもらえないことだろ。お前は先に対価としておむすびもらったじゃん。その分働いてもただ働きじゃないだろ。理屈っぽい男はモテないぜ。普通に松戸のこと言ってるんだけど。いずれにしろ願いは他のもので頼むよ。できるだけ体を動かさない方向なら何でも叶えるぜ。何でもの意味とは。あ、じゃあせっかくだから名前でも聞いとこうかな。僕の名前かい。四季って言うんだ。四季、漢字は四季、季節の方。仏教では命や心、意識といった意味を持つ言葉なんだぜ。ああ、意識の式だ。だからそう言ったじゃないか。音だけでわかるよ。わかるかよ。そもそも仏教用語で説明する意味あるか。最初から意識の式って言えばいいのに。理屈っぽい男はモテないぜ。うおお、また言われた。式、式ね。これって名字？名前？式は名前さ。名字なんて飾りだから必要ないんだぜ。僕には式という名前だけあればそれでいいんだ。なるほど。もしかしたら家族とうまくいっていない子なのかもしれない。あまりそこは触れない方がいいか。で、君は？ん？君の名前も教えておくれよ。ああ、そうだな。俺はハイリって言うんだ。ハイリ。島の鳥、鳥の羽に、よりと書いて故郷の里。なるほど、ハイリか。伝わった？おいおい、僕はバカじゃないんだぜ。それで？ハイリは名字かい？名前かい？名前だよ。名字は一瞬脳裏に浮かんだ。俺の名字を呼ぶ仲間たちの声、同じ名字を名乗る両親の顔。しかしそれはすぐに消えた。あんたの言う通り飾りだな。なるほど、察するに家族とうまくいっていないんだね。俺が気を使ったのにそっちはザクッとくるな。しかしハイリ君か、変わった名前だ。四季だってだいぶ変わってると思うけどな。僕たちは変わり者同士だね。待って、なんか意味合いが違う。昼夜問わず道端で生き倒れることを趣味にしている変人と一緒にしないでくれ。そんな趣味の持ち主がいるものか。まさに今俺の目の前に。趣味で生き倒れていたわけじゃない。この島のことを調べ回っていたらたまたまこんな時間になったのさ。この島のこと、ひょっとして四季ってこの島の住人じゃないの？僕は調べ物をするためにこの島に来たんだ。そうだったのか。ねえ、君は知っているかい？この島にいたという鬼のことを。鬼？なんかいきなりね、ちょっと物騒な。まあ魅力的っちゃ魅力的ですけどね。それはまた魅力的なワードが出てきた。残念だけど、俺もこの島にはこの夏に来たばかりなんだ。あれ？そうだったのかい？ばあさんが亡くなったんで、その遺品整理のためにな。それはご愁傷様です。丁寧に頭を下げてくれた。ていうかこの島にそんな言い伝えがあるのか。それを調べに来たんだ。ああ、そういうことか。何か収穫はあったのか。ちょっとワクワクしながら尋ねる。残念ながらおけらさ。おけら、お手上げってことか。ハイリ君は鬼の話に興味があるのかい。めちゃくちゃ興味ある。まあ主人公はね基本中二病なんで。
伝承とか伝説とか聞いただけでご飯3杯はいける。僕もおむすび3つはいけるぜ。2人してにやりと笑みを浮かべた。君とは話が合いそうだ。ああ、そのようだな。これからも仲良くしないかい？ぜひ。差し出された四季の手を俺はがっちりと掴んだ。ところで、君は何か鬼の話を知っているかい？いや、だから俺はこの島に来たばかりだから。この島の話じゃなくてもいいんだ。島以外での鬼の話？桃太郎とか？有名なお話だね。桃から生まれたっていうおかしな人間が獣を3匹餌で買収して鬼が貯めていた宝物を強奪するってお話だ。めちゃくちゃ鬼びいきの鬼びいきな人のね、主観ですよね。待って、なんか違う？え、間違っていたかい？大枠は間違ってないけど、こう、なんか視点が違う。間違っていないならいいじゃないか。下世ね。そうだ、とっておきの鬼の話をしてあげるよ。おむすびをくれた君だから話すんだぜ。おお、なんか面白そうだな。これは僕に関する秘密なんだ。秘密？実は僕鬼なんだぜ。ああ。なんだいその妙に優しい目は。普通はそうなりますよね。その目で見られるとなぜか胸が痛くなる。四季は何歳？僕14歳さ。なるほどね。そうか、14か。そうだよな。もっと優しい目になった。中二病的なですかね。わかるよ。俺にもそういう時期があった。比較的すぐに目覚めることができたけど、正直心の片隅にはまだその片鱗が残ってる。だから四季の言ってることはよくわかるよ。四季は顔を真っ赤にしながら歪めていく。入りくんの鬼。またこういう感じで終わるんですね。自称鬼が俺を鬼呼ばわりして泣きながら走り去っていった。はやっ。その姿は一瞬で闇の中に溶けていった。昨日以上の速さだ。そんなに恥ずかしかったのか。触れられたくない思春期特有のあれに触れてしまったことを少しだけ申し訳なく思った。はい、ということで、ここからは多分と思ってたんですけど、ちょっとあれですね、わからないですね。ちょっとこれは新規かもしれないです。猫が寄ってきた。人懐っこい猫だな。ということで、慣れてみる、つかめてみる、まあ慣れてみましょう。慣れてみようとすると、ふい、避けるのかよ、気まぐれな猫め。自分から寄ってきたくせに、俺の足元を通り抜けて猫が歩き出した。つられて歩く。この島猫多いよな。猫はまだ俺の前にいる。猫の歩くスピードと俺のスピードがちょうど同じくらい。なんか猫に道案内されてるみたいな。なあ猫さん、どこ行くんですかね。そうか、にゃーか。なんとなくその猫を追ってみる。役目を終えた灯台に導かれ、そして見知らぬ猫についていく。ちょっと話しかけてみる。と、向かっている方向は確か、こっち、人気のない方向じゃないですかね。こっちまだ来たことないんで、ちょっと怖いんですけど。まあ、はたから見たら猫相手に喋りかけれてるやばいやつですけどね、主人公。帰ってもいいですか？無視された。帰りますね。俺の前に回り込んだ。帰っちゃダメらしい。わかった、行くよ。そうして俺は猫に導かれて浜辺の方へと向かう。すると、あ、猫は何かを発見して走り始める。そこには新規のね、追加されてますね、雫さんのね、あれですね、多分共通ルートですね。あ、猫の向かっていった先、流木に女の子が座っていた。
少し大人びていて物静かな印象。指で輪を作って月を見ていた。あら、にゃんにゃん。女の子が猫の声につられてこちらを向く。けどそこには猫だけじゃなくて俺もいる。なんか気まずい。にゃーにゃー。とりあえずそう返す。にゃーにゃにゃーにゃ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 。思いのほか乗ってきた。こんばんは。あ、はい、こんばんは。ではごきげんよう。あら、帰っちゃうんですか？はい、まあ。海に用事があったんじゃないんです？ああ、こいつについてきただけなんで。そうなんですね。じゃあこの子と遊んであげたらどうですか？本人はそのつもりみたいですし。ゴロンゴロンと転がっている。撫でてほしそうだ。首のあたりを撫でてやる。気持ちよさそうね。よかったね、撫でるのがうまい人で。あのー、はい。あなたはなんでここにいるんですか？私ですか？なんでって。人気のない夜の海に一人ですし、ちょっと心霊的なものを想像しちゃいそう。帰る方法を考えてたんです。また月を見た。え？月に？かぐや姫じゃないんですから。ですよね。でも月以上に帰りにくかったりするのかも。ほんの数時間前までは帰れたのに、今はもう帰れない。まあサマーポケッツのね、紡ぎルートをやっているんで、まあこの理由はわかりますね。ん？月より帰りにくいってどこだろう？あの帰りにくいってどこに？うちです。思ったより帰りやすそう。帰る船がなくなっちゃったので。月を見ながらどうするか考えてたんです。まあそうですね。ちょっと隣町にね、雫先輩は住んでるんで。ああ、なるほど。ということはこの島の人じゃないのか。でも多分月よりは帰りやすい。そうしたら昔お母さんに教わったおまじないを思い出して、こうやって輪っかを作って月にかざすと月の力をもらえて運が良くなるらしいです。月の力をもらっても船は来ないんじゃ。もしかしたら月の力でパワーアップして泳いで帰れるかも。危ないから。それで猫の声が聞こえて、そっちを見たら作っていた円の中にあなたが入ってきたんです。もしかしたら私の円の中に入ってくるってことなのかもしれません。それとも運が上がってあなたに出会えたのかもです。そうですかね。そんなことを言われたら照れてしまう。男子校だもん。でも俺危ないやつかもですよ。その子私以外には懐かない子なんです。ゴロゴロ言っている。初対面で懐くなんて、きっとあなたはいい人なんですよ。そうなんですかね。はい、そうよねですって。そっか、にゃーとしか聞こえないけど、ゆっくりと猫が立ち上がる。どうやら撫でられるのに満足したみたいで、どこかへ行ってしまった。行っちゃった。追いかけないんですか？まあなんとなくついてきたみたいなもんですから。それに帰れなくて困ってるのに放っておいていいのかなって。やっぱりいい人じゃないですか。カエリ君はいい人なんですよ。とは言っても俺にできることなんて全然ないから、いるだけ無駄かもしれませんけど。楽しい時間でしたから。それじゃあ私はそろそろおいとましますね。え、泳ぐんですか？帰れませんけど、止めてくれる知り合いはいますし。ほらこの制服、島でよく見ませんか？ああ、何人か会いました。変わった人ばっかりだったけど。それではまた縁がありましたら。はい。あ、そうだ。何です？名前聞いてもいいですか？そういえば自己紹介もしてませんでしたね。
でも本当に縁があったらまた会うことになるでしょうし、縁が深まったらにしませんか。その方がなんというか運命的というか、夏休みって感じがしません？そうですね、いいですよ。それまでは君のことはショッキングタカと呼んでおきます。めちゃくちゃこう噂がね広まってるっていうね。島の情報の速さがすごい。じゃああなたのことは何て呼べば。まさか来るのか。そうですね、私のことは満月を喰らいしちぶさ。そう呼んでくれればいいわ。満月を喰らいしちぶさですって。おっぱい先輩じゃないんですね。わかりました。それじゃおやすみなさい。はい。なんとなく彼女がいなくなるまでその場にとどまっていた。綺麗で物腰が柔らかくて大人っぽい人だったな。満月を喰らいしちぶささんか。なんだその名前。ちょっと遅いっていうね。主人公が反応するのがね。はい、ということで多分ここからはね、もうサマーポケッツで、既存の共通ルートパートナーと思うんで、また飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、そうですね、ちょっとね、飲み物のね、洗濯のところまで来たんですけど、ちょうど区切りがいいので、ここでね今回の動画は終わらせてもらいたいと思います。まあだから言ったらちょっと共通ルート共通パート1というかもうほぼラストなんですけど、新規追加共通パートということで、今回の動画を終わらせていただきたいと思います。では、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。